ドイツブンデスリーガ第20節ホッフェンハム対フランクフルトが現地時間7日に行われ、アウェーのフランクフルトが3-1の勝利を収めた。フランクフルトの MF、長谷部誠、MF、鎌田大地はと、2、先発出場を果たした。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中、2-1のフランクフルト1点リード。迎えた64分、鎌田が自陣内右サイドから敵陣内、サイドへ、ロングボールを送る。フィリップ・スティッチがそれを受けクロスを上げると、ンドレ・シウバがゴールを決めた。ドイツ、ヘセンスカオは、他の、約50メートルの超ロングパスについて、今季最も美いパスだったと絶賛している。また、あのパス、アシストではなかったが、アシストのアシスだったとコメントしている。この試合で2得点関与した鎌田は、チームの3連勝に貢献。フラン、フルトの次節は13日のケルン戦。この試合でも踊らせることができるだろうか。次ページ、動画、デン大地の、今季最も美しいパスがこれだ。